24歳でプロ野球を首になった男が見た真実。華やかなプロ野球の世界。活躍した選手には名誉と莫大な報酬がもたらされる一方で、競争に敗れ、表舞台から去りゆく選手がいる。そんな戦力外通告を受けた選手をドキュメンタリーで描いてきたのが、TBS テレビのプロ野球戦力外通告から首を宣告された男たちだ。12月30日。 火曜日夜22時からに、通算11回目の放送を迎えるこのシリーズ。プロ野球選手の姿は特別な存在ではなく、不況の中では誰の身にも起こりうる究極のリアルでもある。今年の放送を控え、本編に収まりきらなかったサイドストーリーの第2回、第1回、GG 佐藤、4度の首を味わった男の再出発は、2012年に戦力外通告を受け、 トライアウトにも挑戦した元横浜 d ニエベースターズ選手で、現在はスポーツライターなどで活躍する高森勇気氏の独占主記をお届けする。高森、6年間やってきた中で成績も思わしくないし、来年は契約をしない方向で考えている。ゼネラルマネージャー、GM である高田茂氏と交わした初めての会話は、戦力外通告だった。慎重に言葉を選び、 最大限の配慮を見せる姿勢は、高田しなりの去っていく人間への気遣いだろう。2012年10月2日、横須賀にある横浜 DNA ベースターズの合宿所。その応接室で私は首を宣告された。無機質な部屋で淡々と続く会話。記憶は定かでないが、プロ野球選手で亡くなってしまうのに用した時間は10分もかからなかったであろう。そこに至るまでの時間と比べれば、 随分とあっさりしたものだと、どこか他人事のようだったのをよく覚えている。選手がスーツを着て現れる意味。一連の手続きが終わり、合宿場を出た。抜けるような秋の空が気持ちよく、その日も横須賀港に浮かぶ自衛隊の船は鈍い光を反射させていた。グラウンドに入り、選手、コーチ、スタッフと挨拶を交わす。選手の私が、 この日にスーツを着て現れるということがどういうことかを誰もが説明せずとも知っている。一人一人と挨拶を交わす中で向こうから走ってくる選手がいた。梶谷高之。後に2014シーズンのセリーグ盗塁王を獲得する同期入団の同級生である。梶、俺、首になったわ。泥だらけのユニフォームで私の前に立った梶谷の目には涙が浮かんでいた。 お前、泣くなや。お前が泣いたら、俺も泣くやろう。入団以来6年間、共に一軍を目指した戦った戦友の涙は、それまでの日々を振り返らせるのには十分だった。家事、俺の分まで頑張れ。お前は、一年でも長くやってくれ。固く握手を交わした後、梶谷は練習へと戻っていった。私が首になろうがなるまいが、 明日の活躍を夢見るプロ野球選手たちの勝負の日々は続いていく。ロッカーを整理し、私は家路に着いた。ゆっくりと沈んでいく太陽を見つめながら、そういえばこんな時間に家に帰ってきたことなどなかったと、ふと思う。強く差し込んでくる西日が、自分が栗になったという事実をより濃いものにする。家のソファーに腰掛け、ぼんやりと天井を見上げていた。さあ、どうしようかな。 24年間、野球しかやってこなかった自分が初めて味わう、先行きの見えない不安が私を襲っていた。